ははい、えー、こんにちはレトスの野です個別指導の現在の割引価格は今日の24時までとなっております今日の24時を過ぎてしまうと個別指導値上げとなってしまいますのでその点ご注意ください個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからぜひご確認いただければと思います あなたの受講をおお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。え当期の申請にかかるえ不動産の所在地が当該申請を受けた当期所の管轄に属しないときはえ、当期間は理由を付した決定で当該申請を却下しなければならない、○か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えはえ、これ丸ですね。 申請にかかる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき、登記官は原則理由を付した決定で登記の申請を却下しなければなりません。なんでまあ問題文の通りだということなんですね。なんで正しいってことなんですけども、これそもそもですね、あのー、理解してない方が意外と多いんですね。なのでちょっと今回はまあ特別に具体例を使って解説させていただきます。例えば、東京の不動産。 まあ、東京に所在する不動産と考えてください。えこれに関する登記をする場合、東京のえ登記所に登記申請をしなければならないんですね。まあ、登記所っていうのは法務局っていったイメージです。まあ、そして、もっと厳密に言えば、東京においても管轄がもっと細かく分かれているんですね。例えば、品川に所在する不動産に関しては、品川の出張所に 登記申請しなければいけないですし、練馬区にある不動産であれば、練馬区の出張所があるんですね、まあ、法務局の出張所があるので、まあ、そちらに登記申請しなければいけないというイメージです。なので、もし自宅が大阪にあるからといって、大阪の投機所に申請をしたとしても、それは管轄が違うから受け付けませんというふうに却下されてしまうということなんですね。まあ、このように具体例があると、問題文の内容とかも理解しやすいと思うんですよ。 で個別指導ではこのように具体例を出しながら解説しているので理解もできて実力も上がりやすいと、まあ、いうことなんですねなので理解学習したいという方はぜひ個別指導をご検討くださいで問い2ですね宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に宅地建物取引業者が代理または売買として関与していれば当該取引は無免許事業に当たらない丸かバツかという問題です で、これは誤りですね。無免許事業者が宅建業の取引をした場合、その取引に宅建業者が代理または売買として関与していたとしても、それは無免許事業者が取引をしている以上、当該取引は無免許事業に当たります。よって誤りになります。で、これもですね、あの問題部理解できていない方、意外と多いんですよ。これもちゃんと理解しておかないと、まあ、本試験でね、また似たような問題が出たときに、 引っ掛け問題に引っ掛か,かっちゃうってなっちゃうんですよね。だからちゃんと理解しておきましょう。問題文では何を言ってるのかっていうと、まず免許を受けてない人がいるんですよね。例えば、この宅建業を受けていないものが売り主だと仮定しましょう。そして、この売り主が、まあ、たくさん土地を持って不特定多数のものに売却すると。その場合、この人っていうのは免許を受けないといけないですよね。宅建業を行うわけだから、 免許を受けなければいけない。でも、受けなかったと。受けずに、宅建業者を売買業者とか、えー、代理業者として関与させると。つまり、まあ、間にかますっていうイメージですかね。まあ、飼い主はいますけれども、飼い主との間に例えば売買業者かましたりとか、代理業者を使ったりとかしていたと。この場合、このまあ売り主の人っていうのは、無免許事業に当たらない、まるかツかという話なんですけども、この人が宅建業を行っている以上、を 免許を受けていなかったら、これは無免許事業者ですよね。無免許事業を行っているということなんですよ。だから、無免許事業に当たらないというのは誤りで、無免許事業に当たるというのは答えになるということなんですね。ちゃんと理解しましょう。で、問い3です。個人 D が所有する市街化区域内の3000平米の土地を個人 E が相続により取得した場合、E は 事後届けで行わなければならない。丸か罰かという問題です。これは個人 E っていうのは事後届けで不要ですね。いりません。なので誤りです。事後届けでの対象となる取引っていうのは土地に関する使用収益権につき対価を得て移転または設定をする契約のことです。つまりこの取引っていうのは1から3全てを満たす場合に限って 事後届けでの対象とななるる取引になるんですねで今回相続してるんですけども相続っていうのは契約してないですよねつまりこの D と E この個人 D が死亡して E が相続するっていう流れなんですねこの問題文でいくとこの相続っていうのは別に D と E の間で契約をしたわけではないですよね死亡することによって自動的に相続するって話なんで契約はしてませんってことは この3を満たしてないと、契約性満たしていないということは、この3番満たしてないから、この事後届での対象となる取引に当たらないんですよね。だから事後届では不要なんだという話なんですよ。まあこれが正確な解説なんですけども、これ分かりづらいんですよ、正直。 ただこれは実はもっとわかりやすい考え方があって、それは個別指導でお伝えします。この考え方わかれば、このね、1から3の難しいようなことを考えなくても、もうパッと問題を見たら答え導けるって話なんです。なんで、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガご確認ください。で、え、一つ言い忘れました。え、そもそもですね、この問題、市街化区域内で3000平米だから、これ2000平米以上ですよね。したがって、事後届出が必要なんだ。 っって思って思いいる方意外と多いかもしれないですただ、それは考え方間違ってますので、理解していないということなんですね。今回の問題で言うと、もう面積に関係なく、事後届けでは不要なんですよ。なので、もうやはりですね、もう考え方が分かっていないと、類題出たときにもう全く解けないんですね。ただ、これ、絶対解けなきゃいけない問題なんです。出題者からすると、これ、簡単な問題なんですね。 もう基基本本中の基本の問題ですここで、まあ、引っかかるというか、まあ、理解してなかったら引っかかるという言い方になっちゃうかもしれないんですけどもこれ得点できないとおそらく違った問題この国土利用計画法だけじゃないですよ、まあ、いろんな問題あるじゃないですか。 例えばクーリングオフもそうだし民法の中でも理解しておかないと解けない問題たくさんあるんですけどもそういった問題でもうことごとく失点していきます自分自身は理解していると思ってるかもしれないけれどもそれは理解していると思い込んでいるだけで実際理解していないってことになって本試験で得点できずに不合格てなっちゃいますのでちゃんと理解すべきところを理解するってことが重要なんですよそうすればこの問題も解けますのでで類題も解けるようになります でこの問題については個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから理解の仕方をご確認いただければと思いますそして個別指導の2月の割引価格は今日までとなります明日になりますと値上げになります独学や大手の予備校通信講座だと教材や講義で理解すべき部分まで解説していない場合が非常に多いんですねそうなると理解学習を行うためには自分自身で専門書などで調べる必要があります 時間がかかるし調べきれない場合も多いです個別指導であれば効率的に理解学習ができるように理解すべきところまで解説の中に入れてありますなんで今からであったとしても今年あなたに合格していただく自信があります実際この時期から毎年受講していただいた方多くの方が合格していっていただいてますなんでもしあなたが今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいですそして初めにもお伝えをした通り個別指導の値上げまであと数時間となりました 現在の割引価格は今日の24時までです。今日の24時を過ぎたら値上げとなってしまいますのでご注意ください。今から理解学習を実践できれば今年の合格に十分間に合います。もしあなた自身、理解学習を実践するのが難しいな、そう思うのであればぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの事故をお待ちしております。レトスの小野でした。